いつもお世話になっております、ウッド村ファームの木村 P です。今日ですね、謝罪の動画を撮らせていただくことになりました。はい、先日の動画で私木村 P はですね、こちら週刊黒金の城マジンガー Z、 こちらの制作動画を随時アップしていきますと宣言いたしました。前回の動画の際は制作に必要なこのような多用途接着剤、こちらがないために、制作ができないので少々お待ちくださいということで、動画を終わらせました。それに従いまして、この、多用途接着剤、こちらを入手し実際のところ制作に取り掛かりました。しかしながら1時間をかけて制作動画を撮ったにもかかわらず、手元が全く映っていないというミスを犯してしまい、今回週刊マジンガー Z の創刊号、そして2号に関する制作動画が一切撮影することができませんでした。この動画をもってお詫びいたします。本当に申し訳ございませんでした。今回の失敗に関しましては、まさしく私の経験不足と、それから認識の甘さ、これに尽きると思います。これからは襟を正し、しっかりと自分の責務を全うしたいと考えております。したがいまして、皆様これからも変わらぬご支援、ご指導のほど、何卒、よろしくお願い申し上げます。本当に、申し訳ございませんでした。失礼します。失礼いたしました。今回、せめてもの償いとしまして1時間かけて制作をしました、創刊号、それから2号の進展状況のみお知らせさせていただきます。はいはい、創刊号2号組み立てたもの、それがこちらとなります。はい、頭の部分なんですけども、LED をね、目のところに組み込んで、それからこのね口になるんですけども、これは、ルストハリケーンを霧状に発射する部分になります。こういったところを創刊号2号で制作させていただきました。この口の部分に関しましては私個人の意見ではございますけども、ちょっとエッチだなと思いました。はい、それではですね、次回3号からになりますけども、今回の反省を生かし制作動画をしっかりと撮影し、皆様に公開できるよう全力を尽くして頑張ってまいります。この度はありがとうございました。そしてたくさんの皆様、本当に申し訳ありませんでした。今後ともウッド村ファーム木村 P を何卒よろしくお願いいたします。それではまた。